い人10万人伝説、早速参りましょう。ところで、社長身長の方。私194。いやー冷やせ引き気味するから憎い男やな。俺は子供ではノッポのサリーって言われたんだよ。ほんと168、僕は172でございます。なるほど。そう実はこれからご紹介するのではですね、それに非常に関係があるとんでもない超偉人です。ご覧ください。アメリカ合衆国中西部、見渡す限りの大平原が広がるイリノイ州、ミシシッピ川のほとりのこの何の変哲もない静かな田舎町オルトンに、ある驚くべき秘密が隠されていた。私が彼を初めて見たのは、確か私が6歳の時でした。うちの隣にある一家が越してきました。家の前で遊んでいる時、ふと隣を見るととても奇妙な光景を目撃したのです。大の大人がベビーカーに乗って楽しそうに遊んでいるのです。なんてバカなことをしているのかと思いました。大人がベビーカーで遊ぶなんて信じられますか。その時彼は7歳だった。わずか7歳にしてこの肉体を持つ彼こそ、まさにその驚くべき物語の主人公なのである。人類史上最も背の高い男伝説。でかいな今のは。ロバート・パージング・ワドロー。ロバートと名付けられたこの赤ん坊、生まれた時の体重は3855グラム。両親がごく普通の健康な赤ん坊だと思っていたのもつかの間、1歳半でたちまち30キロを超えてしまったのである。小学校3年の時はすでに担任の先生が子供に見えるほど大きくなっていた。幼い頃から大きかったロバートにとって、体に合う服といえば大人用のスーツしかなかった。彼は勉強もよくできる賢い子供だった。しかしその大きな体ゆえ、子供らしい遊びは似合わなかった。13歳の時、ボーイスカウトのサマーキャンプに参加。だがキャンプ小屋の屋根に楽々と手をかけるロバートを馬跳びで超えられる子供がいるはずもなく、くぐるしかない。そしてロバートはハイスクールへ進学。温厚で礼儀正しい彼はすぐにクラスの人気者になった。彼の周りにはいつも大勢の友達と笑顔があふれていた。しかし彼には人に語れない悩みもあった。友人たちが楽しそうにデートしているのを見ているしかなかったのである。ガールフレンドはできない。孤独感に駆られ彼は自分の背の高さを恨んだ。そんな寂しい日々を送っていたロバートは、ある時父親に頼み込んで一軒の店にやってきた。自分の足に合うバスケットシューズを買うためである。心機一転、彼は背の高さを利用し、好きなバスケットに情熱を燃やそうと考えたのだ。しかし45センチというとてつもないその足に合うシューズはなかった。どれを出されても彼の足には合うはずもない。街中の靴やどこを訪ねてもない。結局彼はこの思いを断念せざるを得なかった。バスケットを諦めたロバートは勉強に燃え、いつしか成績もクラスで一番となっていた。そして高校卒業を間近に控えた彼に父はあるプレゼントを贈った。開けてみると、中身は彼がこの世で一番望んでいたものだった。巨大なバスケットシューズ、彼の足に合わせて作った特注品である。念願のシューズを手に入れたロバートはバスケット部へ。すぐに大活躍を見せた。彼の身長を妨げる者は誰もいなかった。こうしてハイスクールを卒業。特大の三角帽に特大のガウンをまとって卒業式に臨んだ彼は、この時2メートル53センチ。学校史上最も背の高い卒業生であったことは言うまでもない。
抜群の成績でカレッジに入学したロバートは熱心に勉学に励んだ。そして背が高く優しいロバートはカレッジでもたちまち人気者となっていった。またバスケット選手としても将来 NBA のスターになることを夢見て大活躍を続けていた。そんなある日、試合中に彼の足は激痛に襲われた。長年その巨体を支えていた彼の足についに無理が来たのである。もうバスケットはできない。大きな希望を失った彼は退学を決意した。そして一転、ロバートはビジネスの世界でこの身長を生かそうと決心し、彼が選んだ会社は自分のバスケットシューズを作ってくれた会社、インターナショナルシュー。販売促進を担当する営業部員として彼はアメリカ各地を回ることとなった。ロバートは最初背の高さで悩んでいたようだったが、我々の会社に来てからは熱心にビジネスに打ち込んでました。どこへ行っても背の高い彼は人気者でね。そのおかげで我が社の靴も飛ぶように売れたんです。優秀な営業部員として活躍するロバート。ところがある日、得意先を回っている途中でまたも激痛に襲われた。以前から痛めていた足がさらに悪化、悪性の腫瘍までできていた。痛みに耐えられず倒れたロバート。そしてこれが彼の最後となったのである。なんと22歳の若さでこの世を去ったロバート。この時彼の身長は2メートル74センチにまで達していた。そのため彼が入院した病院ではベッドを縦に2つ並べなければならなかった。ここはロバートが眠るアッパーオルトン墓地。休息と刻まれた彼の墓は周囲を悠然と見下ろすようにそびえ立っている。そしてこんなエピソードもある。ロバートがある日大きな木の下に佇んでいると一人の少女がやってきた。不審そうに彼を眺めながら少女はこう言った。どうしてお兄ちゃんはそんなに背が高いの？それはね、君にこのリンゴを取ってあげるためだよ。いいね。少女は嬉しそうに微笑んだという。彼の大きな優しさがうかがえる話である。人類史上最も背の高い男ロバート・ワドローは自分の肉体と戦い続け、彗星のように消えていった。あのね、こんないい話の時にそっちのアップで始まるのやめろ。いや、俺は今注意しても思ったけど。いやいや、ロバートってのは普通の人で、周りに出てるのは全部ちっちゃな人出してるから。本当は5センチのやつばっかりだったけど。本当に174やったのに、全部小さいやつを。あれ、どっちが珍しいかって言ったら、周りにいた人は全部が珍しい。珍しい人たちの街かもかんないの。みんなこんなやつ、おい、ロバートって言うの。どうかそんなにして、アリを踏むけないためだよってことです。ほんで、革靴、その靴があるの？ちょっとお持ちしましょうよ。なんて思う？左側が普通の靴のサイズ、そしてですね、45センチっていうのはちょっとなかったので、とりあえず40センチのものを持ってまいります。これよりあと5センチもあるの？5センチあるんですよ。これだったら5人ぐらいで南の島行けるな、これ。行けるね。あれや。これ笑われへんやろこれ。でもこれだけど、それであの喫茶店でどこでも入ったらみんな席立つだよ。だけどいつもあのどこでも座れるよ。やるなこれ。履いてみたい？え、あなた、あの履いてみたいんじゃないか。さっきパッとまたスニーカーがお似合い。マジで普通の人だ。社長ったら、だから後ろから読み止めやすいんだよ、踏んだけるから。待て。社長。今度は身長の方も試していただきたいと思いまして、274センチの等身大のワドローさん。ワドロー。
ました。こんなあるの、はい、これロバートここに呼びかけるんじゃないか、上なんだから。いやでもこうやって、いやほんまやな、なあってこういう人って心優しいのよね。当たり前だよ、これで凶暴だったらどうするんだよ。こんなにゴジラじゃないんだからね。いやあー、来たー、ロバートだ。うちの地球防衛軍いて、ロバートが戦うんだ。で一応これが274センチを視界を確かめられるように、こちらに映っている映像がロバートさんの視界です。一番上の頭のところに CCTV カメラがついておりまして、あそこから皆さんを見たところ。俺がこれになっちゃうのか、こう見てるの。おいおい、この映像俺をほっとくな。ロボット俺はどうなるの。よく見たら神さんに振られた煙突のように思っちゃってる。俺も見ないと。俺も降りねえ、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 あいつが買ってくるまで降りねえだ。お前どこの人なんだ。これはすごいな。しかし俺これどうしよう、ロバート作った博士みたいになっちゃったな、これ。世界は俺のものだ。ロバート行け。ピピピピピピ。これロバートに行って高瀬逆襲されて、何をするんだロバート。そうそうそう、ロバート。ロバート。